うんちついてるけど。うんこ漏らしちゃった事件。なにこれ、汚な。か。の。ちげえよ。やめろよ、マジで。見てんだよ。カットすればいいんだ。カットするよ、もちろん。お前面白くないよね。急に。カイトはね、自発的に面白くできない人だからね。彼は顔がいいだけで何もできないよ。そうだよ。顔が良くて身長が。そうだよ。そうだよ。開き直るの。そうだよ。めっちゃ面白い話あるでしょ。俺？うん。俺か。やえのちゃんの話とかどう？やえのちゃんの。やえのちゃん自体聞きたい俺は。自体って何？聞きたいよね。どう思ってたの？どう思ってた？ぶっちゃけさ、一回だけ春樹の家の そこの前で、そのゆうのちゃんと綾乃ちゃんと俺と春樹かな、うん、めっちゃいい組み合わせの時じゃんかなの時、うん、遊んでて4人で、うん、その時にゆうのが、うん、いやもうゆうのって呼んじゃったらいいじゃない、うん、ゆうのがなんかなんだっけ なんか俺の好きな人を急に綾乃なのに綾乃に暴露してどういうこと？ちょっと思い出したかもしんない。いや、どういうことってなって、なんかあっちも、みたいになって、俺が、あやのちゃんに、フルネームじゃなくて、学生から。あやのちゃんに、あやのちゃんのこと好きらしいよ。そう、好きらしいよって言うのは？そうそう、いや、わかんない。どっちかお前か。俺だったら最低じゃん。みたいになって、あやのが。で、俺はもう地面に土下座したっていう。土下座したの？待って待って、覚えてる、思い出したわ。なんで土下座なの？なんか土下座してたよ。わからん。俺も小学生だからよくわかんない、そこは。砂ここにつけてる。なんだろうね、どっちだっけあれ言ったの？わかんない、覚えてない、それは。やばいね、その話。土下座はやばい。だって別に、好きでいいじゃん。ね。なんでだろう、俺もわかんない、その時は。謝る理由だ。くそっそ。お前の土下座軽すぎだろ。しかもお前んちさ、こうなってるところあるじゃん。どういうこと？なんていうんだ、木とさ、普通の地面、アスファルトの、なんか、境目みたいな、あの白い。どこの話？そこ。木とかが生えてるところと、アスファルトの境目のところ。あっちの方ね。そうそう、あっち側の。中心の山の方ね。そう。そこで、こう、ちょっと坂になってるところで、ここで土下座した。綾乃がここにいて、俺がここにいて、ここで土下座した。まあまあね、気にしたな。何も覚えてないな、小学校の時。小学校は結構出るよね、俺ら。出るけど、俺、野瀬の話は出ないもん。俺は小学校の頃、野瀬の家行って、で、俺がウィーレのソフトを野瀬に思い出した。何分かった、俺話す。もともと俺は何もともとウィーレやりたくて、プレス3かな。そうプレス3のウィーレがやりたくて貸してもらって、やりたかったんだよ、貸してもらった時に。で、まあ俺ん家に入れたんだけど、で俺ん家ってもう絶対人入れちゃいけないの。あ、そうだね、そういうこと聞いて。もう入れたらボコボコにされる感じだ。そうだったわ。で、リビングあって、テレビがあって、テレビをこう見てたら、まあ、こっちに窓が、親はもう絶対車だから、ブーンっていう駐車する音が聞こえて、やばい、帰ってきた。やばい。いつもよりなんか7時とかに本当は帰ってくるのに4時ぐらい帰ってくる。早かったんですよ。あ、モッチいたの中に。一緒にいた。あ、やばいじゃん。そうやばいってなって、とりあえず玄関行けってなって、で、玄関行くじゃん。で、なんだっけ、なんかごまかして。玄関入れてなんかお茶飲ませてたみたいな。そんな感じの。入れてて、あ、わかったみたいな。あ、よかったと思って。なんか玄関入れるだけでも結構怒られる方だったから、ああよかった、優しくてよかったって思って、でそのまあお父さんだったんだけど、そのお父さんがテレビでも見るかってポチってつけたら、ウィーレの鍵がテレビにバーンって映って、おいなんだこれ。めっちゃ好きなんだよコントじゃんそれ。